皆様、お離れ込んでございます。ルルナルでございます。ウェルカムトゥクーロンということでね、ホラーゲームをやっていきたいと思います。久しぶりのホラーゲーム実況ですね。最近ね、ゲームやる時間ほんとなくてね、ゼルダもね、ティアキンもちょっと止まってるんですよ。困ったもんだ。じゃあやってまいりましょう。ね、困っちゃうね。初見でございます。なんかさっきから、この明滅する光の中にいますね、何かが。なんかいますよね、さっきから。なんかその、すごい髪の毛、髪型したあの、寝起きヤシの木みたいな人がいますよね。行きましょう。まあ、今回は、コントローラーを使ってみたいと思います。どんな感じでしょうね。まあ、ウォーキングシミュレーターのような形だと聞いておりますので、謎解きとか、そういう感じではないようなね。バトルとかじゃないと思うんですけど、行ってまいりましょう。クーロンボールシティ。クーロン城ってね、昔ね。まあそういう都市があったと。ゲットバッカーズのあの、無限城みたいな感じだよね。イメージね。ああ、綺麗だね。車が、何しに来たんだこの車の人は。結構でもマンションみたいじゃないですか。若い学生にとってまず第一に安さだ。ということでね。安い宿を探しているようですね。ここは安いんですね。安いって言い方するとね、お値打ちなんですね。リーズナブルなんですね。ドアが開きました。うん。壁の中で何が待ってる？壁の中。塗り壁でしょうかね。塗り壁。怖いからわざとこういうことやってます。雰囲気的にもう怖いよね。最高か。グラフィック綺麗だね。配電盤。出れないね。今ネズミの声みたいなの聞こえたな。ハエかなんか飛んでる音も聞こえない？人が騒いでる声がするね。キャッキャキャッキャと。やっぱり住んでる人がいるんだね。これは、でも入れないか。ネズちゃんがいるね。空はまあ見えるな。人あれ。あ、服がかかってるんだ。ここは開かない。階段がありますね。なるべくゆっくり動くつもりですけどね。ちょっと 3D 酔いとかあるとね、あれなんで。開かないですね。あ、これね、勝手にちょっと動いちゃう。コントローラーがね、コントローラーの回転が勝手にちょっと動いちゃう時があるんで、気をつけなきゃいけませんね。まあ、マウスとかでやった方がいいのかもしれませんけど、私ホイールマウスなんでね。あ、今入れましたね。私は今から安い宿を探しに行くんでしょうか。ちょっと時間かかりますね。パソコンがもう古いですからね。すいません。そろそろ変えなきゃいけないですね。どっちにしてももう仕事用で必要ですからね。なんか、雰囲気がすごいですね。開けたりはできない。勝手にやっぱり動くな、コントローラー。私は4階のアパートに部屋から4階行きましょうか。4階のアパートに部屋を借りてます、私はね。セレブの私は4階に借りてみました。
開かないですね。ここに書いてあるね、多分ね。なんか開くぞ。小さな奥の部屋のようだ。日本語訳はちょっとあれなのかな。配電盤が多いね。人の声聞こえるよね。生活感があるね。人が住んでるんだね、これたくさんの人がね。まあ、空論城、まあ、無限城もね、たくさん人が、銀次くんとか、和樹くんとかね、住んでましたからね。ん？ピンポン行ったね、今。エレベーターがあるのか？あ、違う。あのピンポンは違うか。誰かが、ん？お、ワンコ！ワンコ発見。かわいそうに、ワンコはお腹が空いてるに違いない。本当にワンコって言うんだ。ワンコちゃんお腹空いてるからなんかあげたいんだけど、ないんだよな。ドアが閉まってます。うわー。不潔だ。ひどい匂いだ。ひどい匂いじゃ。あ、ワンちゃん、通らせてもらうよ。上行くか。なんか変な音がする。あ、電気は今ついた？ん？誰かの声がすごいしてる。ん？あ、上行けない。なんか封じられてるものが。プーンしてる。開いた。ここが部屋？違うよね、さすがに。これは、配電室がなんかかな？ここ部屋って言われたらちょっとね。あ、こっちに行けるんだ。先にこっち見てこ。開かない。反応しないですね。やっぱり誰かいるね。声がしてる、ずっと。開かないね、これは。あ、扇風機だ。昔ながらの扇風機ですかね。開かないです。反応しません。反応しません。やっぱコントローラーが勝手に流れちゃうんですよ。なかった。帰りました。鍵は店に置いてきた。外の入り口にある。外？え、外までまだ戻るの？一応走れるんですよ。若干。さっきコントローラーの説明書見てたらね。走って戻るか。怖いから。外ってことは、最初のとこですよね、きっとね。なんか音がね、音が、あ、ワンちゃん！ワンちゃん起きてる！ワンちゃん！でも、餌ないんだよ。あ、ご飯欲しいんだ。ご飯どっかで手に入れれないかな？鍵よりまずご飯だよね。ワンコのことをやろうとしてる。他のことよりも。ここは不潔だ。まあ、まあね。まあ、見ればわかるけど。でもあなたはそこに泊まろうとしてるわけですからね。あんまりその、悪く言わないのね。ここを元のところでね。出れるかな？出れるね。一回外に出て鍵を探せということでしょうかね。外に置いてきた。店は、店に置いてきた。あ、なんか、活気あるね、さっきより。さっきよりなんか、空気がいいっていうか、外は空っぽだ。でも人がいないんだよね。あ、ここ空いてる。ここが店かな？おかみでいいのかな？おかみが書いていた店に違いない。日本語の漢字でちょっと、鍵はこの辺にある。これドッグフードじゃない？よし、ドッグフードを手に入れた。ドッグフードを手に入れればそれでいいんだよ。こっち行けないね。こっちになんかある？これ、でも店、ここにベッドあるじゃん。あ、鍵、あった。鍵だ。よし、これで開けれるぞ。行くぞ。行くぜ。あれ？喧騒がやんだ？
ぱりこれか、コントローラー勝手に動くの、ドライバーが合ってないのかな。まあ、細かいことは気にしないで。セーブってあるのかな？セーブ機能ってあるんですかね？なんかゲットバッカーズがまた読みたくなってきたぞ。人の声はしてるね、ずっと。ちょっと走って上行こうか。あの、ワンちゃんにご飯、あ、いざ！あ、びっくりした。あ、びっくりさせ系か。びっくりさせ系だったのか。結構ね、引っかかっちゃってスムーズに動けないんですよね。ピンポンピンポンってますね、さっきから。ワンちゃん、ご飯持ってきたよ。ワンちゃん、ご飯だよ。よかった。お食べ。ワンちゃん見てるだけでずっと見てられそう。あれ？行けなくなってる。ワンちゃん、ここ誰が塞いだ？ワンちゃん見てた？ワンちゃん誰か塞いじゃった？ん？あ、開く。さっき開かなかったよね。まあ、嫌な感じ、あの赤いライト。赤い、あ、こっちに階段がある。こういう赤いライトって怖いよね。なんかいそうで。あ、でも上上がれたじゃん。上に一応上がれたぞ。これこ、あ、さっき、そう、やっぱりそうね、扇風機あったところだ。これで鍵で入れませんかね。入りました。あ、入れた入れた。入れた入れた。入れた入れたっていう人いましたよね、どっかに。ん？二重扉だ。でも入れない。開け、開いて入れた。暗いなぁ。暗いなぁ。真っ暗やん。ガがすごい飛んでるんだけど。これはなんか、食料庫？倉庫だね。いろんなものがある。こっちは？お便所だね。え、向こうってこうやって上の方にお便所あるの？これ、上から見下ろしながら、する、下々のものを、見下ろしながら下するのか。あの、ごめん。ここがお上の部屋らしいね。私の部屋はどこだ。ここか。あ、私の部屋だ。部屋に着いたぞ。ベッドに荷物を置くところから置こうか。はい。ちょっと待って、今荷物を置くときに私は見ちゃったんだけど、これゴキブリ。いやー、熱い紅茶じゃないよ。ゴキブリがいらないよ。開かない。え、ゴキブリ今の。ガワいるし、ゴキブリいるし。熱い紅茶どこにあんの？あ、倉庫か。倉庫か。いや、倉庫かな。これの、あ、でも、倉庫に熱い紅茶はないか。おかみ、持ってない？おかみさん、熱い紅茶をプリーズ。開かないね。こっちはなんだ？熱い紅茶が欲しいとばっかり言ってる。マルコニーは開かない。あ、ここか、ここきゃ、ここか。熱い紅茶。虫がすごいな、おい。うわ、これ虫。あ、これか。これが熱い紅茶。あれ？ん？あ、今沸かした音？
沸かしたんだ、わざわざ。暑いからね、そりゃ。飲み干しましたか？あ、たくさん入っとるじゃん。飲むぜ。あ、飲み干した。熱い紅茶も飲んだね。じゃあ帰ろうか。自分の部屋に行く時間だと思う？なるほど。ここだっけ？ん？あ、ドア開いてる。なんだなんだ？なんかある。怖いんだ。家に帰りたい。老婆は気が狂ってしまった。ずっと家から出してくれないんだ。どういうこと？どう？玄関をチェックする。おかみ。出てこない。玄関ってこっち、あ、なんかあるぞ。玄関に。なんだろう、あれ。女主人はすでに帰宅してアパート施錠してある。施錠してある？なんかドクンドク言っとるけど。なにどこんどこ行っとるけど。え？あ、今おかみ開いたよね。ちょっとゾッとするんだけど。え？今開いたよね。トイレになんかある？なんもないな。出れないんだよね。出れない。え？どこ行けばいいんだ？倉庫？ドクンドク言って怖いんだけど、ちょっと。なんもないな。部屋戻るか。部屋戻ってもなんもないね。あ、なんかある。おかみさんの下になんかある。夜は出歩かないことだ。いやー、そんなことやると夜はこれからだよ。出口を見つける必要がある。やっぱりなんか、ここで、ちょっと怖い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 。開かない開かない開かない。ちょっと怖い、ちょっと怖いって。雰囲気が怖い。バルコニー出れないかな。出れないね。鍵を探すの？出口を見つけろって言ってるんだから鍵を探すんだよね、多分。あの鍵を開けるものを探す。開かない。トイレに鍵なんかないよな。倉庫にも鍵らしきものはない。パッと見てわかるもんね。なんか音楽変わってんだけど。おかみさん。あんな靴がある。おかみさんの靴が。え、どこ行きゃいいんだろう。ちょっと同じこと繰り返してるだけになっちゃったけど。関係ないね。ん？あれ？水の、あ、おかみさんの部屋が開いてる。それに水の音がする。おかみさん、ん？え？これ何？これ顔だよね。これ手と足だよね。おかみさん？おかみさん？あ、鍵がある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 。おかみさん？変わった趣味をお持ちですね、おかみさん。変わったご趣味を。
水の音してたよね、トイレかな。その前にさ、そこ出れない。鍵手に入れたよ。これに鍵は入らない。トイレか？トイレ開かねえぞ。開かない。トイレ開かないぞ。こっちかな？バルコ、うわっ！なに？ごめんね、みんな、大きい声出しちゃって。ごめんね。真っ暗だけど、何？何今の？すっごいでっかい人が出たんだけど、あ、トイレが開いてる。ごめん、すごいゾッとするんだけど、これ。あ、びっくりした。何これ？すっごく、うわ、嫌だ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 、帰る。帰りたい。帰りたい。ゴキブリ嫌だ。ごめんね、みんな、大きい声出して。ごめんね。ごめんなさい。あれ？まさかゲームオーバーじゃないよね？今日の僕の飲み物のお供はね、キリンレモンです。美味しいですね。自分の部屋だ。起きたんだ。ここで寝てたの、僕。やめてよ、こんなところに寝てたの？それが一番恐怖だわ。開かない。開かないぞ、ちょっと自分の部屋が。もう一回読めとかじゃないだな。変わってないね。荷物を持とう。持てない。あ、開いてる。なんなの？ 女将の部屋は？開かない。懐中電灯ない？あの鍵は何の鍵？バルコニーの鍵？あれ？あ、バルコニー開いた、開いた。ああ、二重ドア。開いた、開いた、開いた。バルコニー開いたよ。なんかさ、怖いから閉めとこうか、これ。閉めれんか。あ、閉めれるわ。閉めとこう。来たら怖いからね。こっちか。こっちに行けるのか。これ、隣のお家か。隣のお家の、あ、開いた。開いたけど、何これ。めちゃくちゃ怖いよ。隣のお家だ。隣のお家に侵入したの、この人。隣のお家。なんか出てる。ガスが漏れてる？手紙見っけた。最近街の様子が変なんだ。治安が悪い気がする。早く改装を終えて引っ越さないと。え、なに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 ？何何？え、何？出れないじゃん。何？出れないよ、これ。最近治安が悪いんだよ。あれ？出れなくなってない？これ。あ、出れるか。ごめんなさい。気のせいでした。でも誰か叩いてよね。どんどんどこどこどんどんどんって。また出てくるんだろう、なんか。開かないよ。こっちに行ける。あっ、ちょ、なに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 ？なに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 ？まあ、でも、隣の部屋に勝手に入ってきてるのもね、いるかもしれないよね、隣に。何も開かない。これなんか感度が悪いのかな？ちょっと待ってね。感度？感度これかな？これ？
冷蔵庫？あれ、隣の部屋が異常に広くない？また配電盤がたくさんある。もうね、コントローラー勝手に動いちゃうんで、流れてっちゃうんですよ。なんかある。何の音だよ、さっきからガン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 。いや、これはちょっと、そこ、心の底から、怖くなりますな。ピンポン鳴ったよね、今。一応走れるんですよ。なんか相手をね、今、キーってしたよね。キーってドアが開く音がしたよね。どっか開いてるね、じゃあ。また。ここではない。あ、ここか？違う。どっちか開いたんじゃないかな。あ、まずこっちが開いた。これ部屋狭。これは部屋なのか？鍵があった。あ、なんか怖い絵があるぞ。で、飛んでるのこれってさ、思いたくないけど、この飛んでるのってゴキブリ？ハエ？みんなびっくりすると思うからね、これね、このゲームはね。多分入り口の鍵だよね、これ。あれ？こんなのさっきあった？こんなのぶら下が、これさっきこれぶら下がってた？暗くて見えないけど。また開く音がしたよね。こっちが開いた？違う。なんか世界が変わるんだけど。あ、冷蔵庫閉まってる。なるべく叫ばないように言いたいんだけど。開いた。開いたけど。これは？あ、懐中電灯じゃん。やっと明るくなったけど。変な絵だわ。これが芸術ってやつか。あ、ドクンドクン言ってる。なんか来るぞ、これ。ドクンドクン言ってる時は来るぞ。開いてないドアが二つあるよね。冷蔵庫はまた開いてる。この不気味な絵。多分死ぬとかはないと思うんで、このゲーム。あれ？さっきこんなんじゃなかったよね。あ、開いた、開いてる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 。開いたけど、これ何この部屋、狭い部屋は。片付けようよ、ちょっと。ね、片付けてくれないかな。なんでこんなにペットがあるんだよ。なんかあるんだけど。え？え？なんかヒントあった？ヒントありましたっけ？なんか。なんかヒントありました？ヒントがどっかにあるんだよね、きっと。あっちの部屋かな？街の中、まだ一箇所行ってない部屋があるじゃないですか。何の音ですか、さっきから。こっち。やっぱりここだ。今正直私めちゃくちゃ怖いです。けどゲーム実況者としてやらなければいけないという使命感で突き進んでおります。怖い家です。なんか、英単語、ないか。英単語ないか。英単語は。何にもないんだったら、ここ来た意味がない。トイレが開くか。ね、向こうのゲームはトイレが開くという決まってるからね。違うな。トイレは開かない。ここは見たもんね、もう。
音がすごいしてるんだけど。あれ？あの服なくなった。あっちに移動した。服があっちに移動してる。どういうことだ？ヒントを探さねばならないのだが、ヒントがない。ヒントは何だろう。これセーブできないもんね。失礼しました。行きましょう。キーワードを探すしかないんだよね。キーワードを探す。武器は、あ、絵が反応してるな。絵が反応してるよ。お、ちょっと待って。これメモらなあかんわ。2桁目がいい。これメモしなきゃいけないけど、メモするもんがないぞ。携帯でいいか。スマホでちょっとメモしていい？これはメモしなきゃわかんないな。で、メモ帳に、二つ目がいいでしょう。ってことは二つ目がいい。よし、二つ目いいです。絵に隠されてるんだ。なるほど。たくさん、確かになんか、不気味な絵やねえって言ったもんね、何回か。不気味な絵が何回かあるんだ。あったあったあった、不気味な絵。四つ目が A。2、3、4。A。だね、四つ目が A。他の絵は？もう全部の絵にあるんじゃないかな、絵が。あ、ここにはないか。ここはだってベッドの部屋だもんね。あった、これだ。やっぱりね。びっくりした。ごめんね、大きい声出して。あんまり大きい声出すのってね、良くないと思ってんだけど、怖いんだわ。何だったの今の。怖 あ、ちょっと絵を見るときは、心の準備を よろしくお願いします。お願いします。あと二つっぽいね。五桁だもんね。絵があるね、あそこに。虫もいるね。ちょっと待って、大丈夫かな？大丈夫かな？大丈夫だね。で、最後が、Y。あと一桁だね。あと一桁。あと一枚だね。まあ、これも部屋にあるんじゃないかな。こっちの部屋に。トイレにはない。あ、あった。たっ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 た。大丈夫かな？嫌だな。あ、大丈夫だ。3桁目が C。DK だって。DK か。DK というとあれだな。私の、もうわかるよね、皆さん。私が DK で何、なんていうか。仮面ライド。DK と。でございます。ここだったよね。じゃあ DK って入れれば入れないな。D、ちょ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 。DK と入れればいい。これで間違えとったら、メモ間違えたらちょっと、メモ当てられないですが。DK。DK か。DK。DK じゃないか。DK か。違う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 。DK、YYY。
やったぜ。開けたぜ。あれ？新しいエリアに勝手に来たぜ。なんだこれは。バール？武器ですか？ゴミ袋。え、バールを手に入れてどうすんのこれ。戻る？新しいエリアではないんだね。バールを手に入れて、どこ行くんだ？バールを手に入れた。要はなんか、破壊できるものが、破壊っていうか、釘を抜けるものがあるのか？これか。これか。イコロちゃんの？一気にやってよ。怖いじゃん。これ外してるとなんか出るんですよ、絶対。だって落としてるもん。変な音してるよね。ここは、こっから入ってきたんだね。あ、もう戻れないんだ。ああ、よかった。戻れない方がいいよ。怖いもん。これはどこだ？どこじゃ、どこじゃ。来たことあるかな？ん？開かない。階段が完全に塞がれてますね。開かない。ここは来たことない。なんか前に二つ光が見えるんだけど、なんだろうあれ。目ですかあれ。何もないですね。これコントローラーがね、本当に勝手に動いてくるんですよ。私前押してないのに前に歩いてくるんですよね。多分、コントローラーのドライバーがうまく、ないんでしょうね。合ってないんでしょうね。ちょっと後で見直そう。こっちに行けるけど、こっちは？あ、行けるな。まあでも普通こっちからですよね。なんかうなり声聞こえますけど、獣のうなり声が。まさかワンちゃんじゃないよね。エアコンにすごい気がある。違うか。怖っ。出口に向かってる？もう。はっ。何？走らなきゃっていうか、どこに？ああ。あれ？捕まった？ゲームオーバー？ひょっとして。あ、ゲームオーバーだ。走らなきゃって言うけど、え、ちょっと待って。走らなきゃって言ったよね、今。僕が捕まったんだよね、結局。何これ、気持ち悪いんだけど。走ってるけどどこに行けか分かんない。僕こういう走らなきゃとかいうの苦手なんですよ。ダメだね、捕まっちゃうね。あれ？
捕まっちゃうね。これ毎回やるの？これは走るの成功するまでやるんだね、これ。ああそうなんだ。やだな。苦手は言うとるやん、こういうの。あ、いない。やるしかないんですよね。ここだっけ、こっちだっけ。今なんか行けた？行けたね。よかった。怖かったけど、どうやって行くのこれ。逃げ道はない？ない、ユートリアン。コード591。ああ、なになになに、ちょっとなに、コード5913？コード5913なんだよ。今なんだよ、今見てたやつ、僕を。あれがあれか、あの、ストーカーってやつか。コード、僕今どうやって逃げてきたか全然覚えてないんだけどさ。なんとか逃げれたよね。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ、マジ。めちゃくちゃ怖いんだけど。え？コード5913だっけ？何？もう一回？やり直し？もしかして。あ、進んだ。さすがにもう一回やってって言われたらちょっと僕泣いちゃうかもしれない。なんか私背が伸びてるような気がするんだけど。背が伸びてない？これは何？また新しいエリア？下に行くの？なんか先にこっち見、こっち上に行くの？私は今路上にいる。街から出る道を探すだけだ。まあそりゃそうだね。これはどっちに行ったらいいんだろう？上か下か。上か下かどっちに行きゃいいんだ？下？下？路上にいるってことは地上にいるってことだよね。開かない。地下行っちゃダメな気がするな。どうせ開くでしょう。ああー、よかった。あ、こうやってね、あの、行く方向さえ示してくれればね、多分上に行きゃいいんだ。上に行きゃいいんだな。ああよかった。結構のボリュームありますわ、このゲーム。面白いけど怖いですよね。お、ん？またなんかうー言っとるぞ。地上に出る道を探すだけだ。あ、地上じゃないですかこれ。コントローラーをね、長時間傾けてるドレバーをそっちに勝手に動いちゃうんですよ。今、電話鳴ってたよね。開かないね。電話鳴ってたよ。昔の糸電話みたい、糸電話じゃないわ。黒電話みたいなやつが。糸電話は鳴らないな。お、出口じゃん。連鎖を断ち切る何かを見つけなければいけない。何かあるんだろうけど、お金がないんだ。まあ、安いとこ探したからな。ライトはつけれないね、もう。ライトをつけることはできません。あれ？あ、つけれた。何言ってんのよ、つけれたじゃないのよ。何回か行ったり来たりするとまた開けたりするのかな。ここ開いてたっけ？
開いてなかったよね。こんなとこ通ってないよね。これ、この細いとこが通れるんだよ。怖いな。あ、でもいけない。連鎖を断ち切る何かを見つけなければいけない。また手紙があるのかな。上に行くのかい？なんだこれ。また戻るの、こういうところに。いやー、本当に勝手に動くな、これコントローラーが。リフトが動かない。発電機のガソリンが切れた。スターターレバー壊れた。発電機のガソリンが切れた。スターターレバーも壊れた。踏んだり蹴ったりだ。さて、どこでガソリンを探そうか。いや、そんなこと言われても。ここの住人じゃないんでね、私は。ガソリンか。つまりエレベーターが動かないわけだ。ガソリン。こっちから来たよね。誰かトントン叩いてるし、もうすでに。開くドアがほとんど減ったね。外に出る出口は見つけた。何にも開いてない。ガソリンなさそうだよね。こんな普通にさ、ん？なんか店？普通にガソリンが置いてあったら怖いよね、この家の部屋の中に。ガソリン、ガソリン、ガソリンらしきもの。ガソリン、ポリタンクがあるのかな。ポリタンクみたいなのがあるんだろうか。なんかさ、怖い声がするのも慣れちゃったね。あ、ここ開いた。開いたらしいとか開きましたね。また出てきますよね、きっと誰かが。ガソリンください。ついでにレバーも、あ、なんかありそうじゃない、ガソリンが。手紙もあったけど。ブランコのそばの、ブランコのそばの岩の下を見てごらん。ブランコのそばの岩の下にあるのか。ブランコとかあれシーソーだよね。ガソリン、ガソリン、それよりガソリンを。今誰かいなかった？気のせいか。あ、ブランコがある。いるよね、あれ。動いてるよね。ブランコの下の岩、ブランコのそばの岩の下を見てごらん。これか。そして今度は赤い冷蔵庫の中へ。赤い冷蔵庫？これ外してる？だってバール持ってるよね。あ、もう持ってないんだ。赤い冷蔵庫？何が赤い冷蔵庫って。赤い冷蔵庫。赤い冷蔵庫だ。動いてるよ、これ。開けていいの？動いてるけど。絶対なんか来るよ、皆さん。あ、びくさん。庭のピンクの布をご覧になりましたか？庭のピンクの布、なんかあの、いや、今なんか動いてたけど、今なんか動いたよね。開かない。
庭のピンクの元のシーソーがあったところ？いやー、ちょっと今、もうなんか、なんか、これだよね、きっと。え？シャッター？子供部屋？こんなところに？あ、かわいいワンちゃん。さっきのワンちゃんかな。あ、なんか、キャラクター。これだよね。なんだろう、これ。これなんか光ってるよね。ここは安全な隠れ家じゃないか。家族や町全体が心配だったから、ここに隠れた。空論に生きてる人間が一人も残っていないのはいいことだ。小銭がほとんどないんだ。え？どういうこと？小銭がほとんどない。小銭をくれ。あった。小銭は手に入れた。小銭を手に入れたから、これで、自販機に行ける。コード5319だっけ？多分入力するんじゃないかなと思うんだけど。わかんない。もう追っかけっこやめようね。僕追っかけっこ苦手なんで。あれ？これ方向音痴発動。究極の方向音痴発動。どこから来たかは覚えていない。ね、こっち戻ってきちゃったよ。究極の方向音痴発動だよ、また。戻りたいんだけど、あっちに。あれ戻れなくなってる？違うよね。自販機っていうか、あっちに戻りたいんだけど。マッピングなんかしてないからね。基本的に私本当に方向音痴なんで。小銭手に入れたから自販機に行きゃいいんだよね、きっと。でもそこに行けないのよ。あれ、こっちだったっけ？マップが変わってるもん。白い冷蔵庫。いるよね。なんかいるよね。いるよね、あれ。逃げた。逃げました。こっち行けたよね。で、ここ。冷蔵庫。ここ開いてたっけ？さっき。その前に小銭使おうか。これのこと？あ、合わないな、照準が。照準が合わない、照準が。これなんだろう。スターターレバーじゃないかな、今の。じゃあ、ガソリンはまだ手に入ってないんだ。ここ開いてなかったよね。開くじゃないですか。嫌だけど。開かない。あ、入れない、入れない、入れない。入れないですね。手紙みたいなのがある。
娘が家でした。何が悪いのかわからないし、妻は3日間も風呂から出てこない。周りはみんなおかしくなってる。パイプにガスが詰まってるんだ。今まで気がつかなかった。全部あいつのせいだと思う。助けてください。全部あいつのせいだと思う。助けてください。あいつって誰だ。あ、なんかまた階段がある。ちょっとガソリンがない。すごい明滅してるんだけど、開かない。政府はみんなに隠してる。私たちがここで死んでいること、どういうこと。彼らは私たちを近隣から追い出そうとしている。そしてこれがガソリンの入った缶です。どれ？どれ？どれどれ？ガソリンの入った缶。どれが？あ、これか。これか。ガソリン手に入れた。そして嫌な音がする。嫌な音がする。怖い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 。やめて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 。本当怖い、その声。本当怖い。やめて。マジ怖い。で、これで、ガソリンを手に入れてるから、こっちだったよね。この上だっけ？スターターがあるの。さっき手に入れたのレバーだよね、多分。ということはガソリンを手に入れたから、この、スターター機械直せばいいんじゃないか。これレバーでしょ。スイッチオン。これ何がどあまたあっきさん、またびっくりした。世界がまた変わっとるやん。世界変わっちゃったね、また。あ、変わってはいないか。逃げよう。怖い、めちゃくちゃ怖い。めちゃんこ怖い。もうやだ、怖い。あ、まだ開かない。え、ダメ？まだダメ？ちょっと待ってよ、ちょっとね。お、怖くて逃げてきちゃったんだよね、私が。怖かったもんだって、あのでっかい人。もう一回戻ろう。あのね、メニュー画面ってね、ちょっと気を落ち着かせないとね、怖いんですよ。これですね。多分動くでしょう。やっぱり。なんか来るか？なんか来るか？なんだ、何回押すんだこれ。何回押すんだこれ。え、ど、何回押すのこれ。今9回押したけど、私。これ何回押すとか答えあるのかな。星に向かって。なんだ？あ、急に画面が揺れ出した。
画面がすごい揺れるけど、なんだろうこれ。画面がすごい揺れます。あ、なんかあるぞ。あった！連鎖を断ち切るレンチがあった。これだこれだ。なんでこんなにでも、あれ。手に入れた。なんでこんなに動きが、私のパソコンのスペックの問題これ。やだわ、こんなに急に動きが悪くなっちゃった。これが原因、なんだろう。なんか、ロマンティックな場所っぽいけど、ベッドがあるぞ、おい。あ、蓄音機が鳴ってる。どっかに手紙ないかな？最後の手紙みたいなやつ。手紙はないね。ジュースと、タバコと。なんだろ、この揺れ、気持ち悪い。これ僕のパソコンのスペックの問題だよね、きっとね。申し訳ない。こんな状態で。で、下に戻ればいいんだよね。うわぁ、なんだこれ。ごめんね。僕のパソコンのスペックの問題だったら、ほんと申し訳ない、これ。で、戻ります。急にこんな動きになってしまった。あれ戻った。戻ったね。動きが戻りました。つまり、あの屋上はなんかムービーかなんかがあったから？ムービーなんかなかったよね。とにかく私のパソコンでは動きが悪かったという。断ち切るんだこれで。うわっ！ワンちゃん！ワンちゃん！ワンちゃん！君を置いてきたくないよ。めちゃくちゃ可愛いんだけど、この子。慣れてあげることもできないし。君を置いてきたくないよ。でもごめんね。断ち切るしかないんだ。あのワンちゃんも、なんとなくさ、この空論城って、出口じゃなかったの？ワンちゃん置いてきたくないなぁ。なんだ？なんだこれ？人がいるぞ、いろいろと。え？生きてる、生きてる？あなた。生きてないよね、そのお腹。え？何？この人たち、何やってんの？この人たち。あ、走ってたぞ、誰か。上にもいるし、ここにもいるし。え？何この幸？あ、どっから落ちてきた君。え、これ何？どういうこと？挟まってるし。あの、ブリーフが。ちょっとブリーフ。何これ。いや、声、つかまないで。やめて。痛くない？それ。頭。痛いよね。何だったんだろう。あの、ワンちゃん置いてきたくないな。だからワンちゃんがすごく心残り、あの目が。かわいい目が。あの人たちはでもどう見ても、生きてる人間ではないよね。あ、車がある。急げ、車に乗るんだ。さよなら空論。もうほんとさよなら空論。あの、怖いわ。ちょっと、オタクでは住めんわ。住めん。え？あー。廃墟なんだ、もうないんだ。あー、だからその、政府は隠しているとか出てたんだ。
なるほどね。その、もうすでにない空論城に、もうないんだけど、迷い込んでしまった。最近空論にいた人たちから警察への通報が多い。実在しない街を見たというのだ。なるほどね。5年前に取り壊された空論城祭は、中国で最悪の都市の一つだった。取り壊しの少し前、犯罪や不当な殺人が急増した。政府は取り壊すためなら、どんなひどいことも厭わなかったと、多くの人が信じている。まあ、試合をやめる。最後油断してたわ。ということで皆さんありがとうございました。怖かった。まあ、ウォーキングシミュレーションに近いですね、シミュレーターにね。ゲーム要素は集めるところと、キーワードを探すところと、逃げるところと、ガソリンとか探すというところでしたね。でもこれ怖い。独特の怖さがある。で、最大の心残りはワンちゃんだな。あのワンちゃんもだからもういないってことだよね、本当は。あのワンちゃんを助けてあげたかった。ということで皆さんありがとうございました。これはね、ホラーゲームのね、枠になるので、まあ、ちょっと迷ったんですけど、ちょっと本ちゃんであげたいかなとは思っておりますのでね。皆さんありがとうございました。それでは、またお会いしましょうね。こんな怖いゲームも最近やってないですけど、またやっていきたいと思いますのでね。サブちゃんの方も、バイオの続きもちょっと早くやりたいと思ってますので、またお越しくださいね。それではまたお会いしましょう。ルルナルでございました。皆さん CU でございます。おはなるこんでした。またね。怖かった。